線式沿いに視界の限り続く満開の桜並木、素晴らしいです。私がいるのは会津美里町の桜の名所、宮川千本桜。今桜の枝が近くまで伸びてきている、その桜の木の真下から中継しています。河川敷沿いの遊歩道の桜の木の真下、枝先に咲き誇る薄いピンク色のソメイヨシノ、ボリュームがあって圧倒されます。今日の会津美里町内は天気快晴、お花見日和です。風も穏やかで時折桜吹雪が舞っています。下流の方からは桜を背景に、右手には磐梯山残雪があります。左手には飯豊連峰が雪をかなり残した状態で桜とともに臨むことができます。伊佐住神社のすぐ隣にあります神社の鳥居と桜の風景、とても素晴らしいです。橋がかかっておりまして、橋の上からは桜の景色を楽しめます。今橋を降りまして、ウェディングフォトを撮っている方もいらっしゃいますね。ワンちゃんの散歩をしながら桜を楽しんでいる方も様々いらっしゃいます。河川敷の周りには盆地でとても開けていて、視界を阻むものがほとんどないんです。桜とともに田畑がこうずっと望める広大な景色が広がっています。